よ。ただいま。トイレから脱出成功いたしました。帰ってきたよ。今日めっちゃむくんでるね、顔ね。見えてるかな。見えてる？ただいま。ただいま、ただいま。めっちゃむくむんだけど、何？タラーン、髪の毛変えた。美容室に今日行ってきました。タクちゃんおかえりって。マスルちゃんこんばんは。可愛くなった？イエーイ。なんかめっちゃ暗くなったよね。色落ちしたら明るくなるのかな。一応ね、暖色を入れたの。これでも寒色っぽい色してるけど、これでもね、暖色入れたんですよ。あ、ごっちゃんきょんべんべん、ただいま、おけい。今回あのカシスって、カシスカラーっていうのを入れたんですよ。毛先がね、ちょっと紫っぽいかな。そう、赤紫っぽい色を入れた。映像ちょっともうちょっと明るめにしてみようかな。わかるかな。ちょっと赤紫っぽいな。見える？見えねえな。ここら辺見やすいかな。毛先。この色だったら見やすい。太陽っぽい色。太陽光で見るとね、結構ほんと赤紫って感じするんだけど、画面で見るとあんまり分かんないね。かわいい。ガッちゃんからパリピ水でポン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 、ありがとう。今日染めてきた。毎回いつもお披露目はショールームが一番最初やからな。髪も結構短く切りました。こうもうやると分かる通り。どう？前髪も切って、さっぱりさっぱりさっぱり。結構短くなったっぽくない？ほらバツッと。前の髪型がね、どんな感じかって感じですけど、前もそんなに長いイメージではないんだけど。ファッションつたき様です。福さんこんばんは。亀吉ちゃんシュート50カウント、ありがとう。にゃん、ありがとう。どれぐらい違うかそんなわかんないね。でも私的には結構切ってるんですけどね。こんな感じ。あ、まあ、見えない、ね、同じすぎない？ちょっと色味は全然違うんだけど、結構切ったんだけどな。 2,3 センチは切ったよ一応。まあ、2,3 センチってそんな分かんない。
まあでも短くなりました。短くなったことをここに称します。かけた感じがこんなだからね。今の前のかけた感じがこんなだとすると、ほらちょっと違うしょ。見えねえ。あ、ほら、短くなったでしょ。切りました。髪の毛切って量も減らして、量も減らしてで髪色も変えて、カシス、これ色落ちしたら可愛いのかな、もうちょっと色落ちすんのかな、これちょっと暗いよね。もうね、光に当たるとすごい可愛いんですよ。光に当たるとこの写真はあんま良くないんだけど、光に当たるとこんな感じの色味になる。今は分かんないけど、太陽の下に出るとこんな感じの赤み、赤紫みたいな感じが可愛いね。素敵よ、ありがとう。今日は首出る、今日疲れたんだろうな。今日はカビ切って、髪切って、違うね。ひーちゃんこんばんは。ひーおのりちゃんや、おのりちゃん、ふるふるふる、旅行中、旅行しね、カンセット、ありがとう。こんばんは。タムさんも50カンタありがとう。パリピ水鉄砲集めてます、よろしくお願いします。そして今日髪の毛かい切りました、染めました。かわいいよな。タムちゃんこんばんは。もう全然ね、こういう室内だとね、全然色味わかんないかもしれないけど、外出ると本当にわかる。ひーちゃん、おのりちゃんからポン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 、水鉄砲ありがとう。バイショちゃん、おつたき様、おはよう。あ、そうだ、今日みんなに話そうと思ってたことがあったんだ。みんなに言っとこうっていうことがあったんですよ。うん、そんななんか重大発表とかじゃないんですけど、まあ私の中では結構決断のいる決断なので、決断のいる決断、決断がいることだったので、みんなに言わよう、言おうって思ってて。7月の15日じゃないや間違えました。7月の16日7月の16日配信をお休みします
なんか太った。ドキ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 。こっちがドキドキだよ。こっちの方がドキドキだよ。斉藤優ちゃん、変態再開者、ありがとう。決断したんだね。そう。毎日継続チケットを使おうかなと思います。毎日継続チケットというものを使おうとは思ってたんですよ。でもまあいつ使うんだろうとか思いながら悩んでたわけではある。で、私みんなに言うのが超怖くて、今日それを決断した時に、うわどうしよう、やっぱやめようかなとかも思ったんだけど、ちょっと決断した。死ぬかもユリア、配信しない一日があるとか死ぬかも。いや嬉しいんだよ、正直嬉しいよ。やっぱり一日何もしない日なんてなかったからさ、正直この5年ちょい。そう、有給休暇みたいな。本当は16、17休もうかなって思ってたの。だから一回試しに16、この3連休の16、17休もうかなって思ってたの。で使ってみて、マジでドキドキした。どういう反応が返ってくるんだろうって。いや、コメントが来ないのが一番怖いんだけど、みんなの反応を見たいんだけど、コメントが返ってこないのが一番怖いんだけど、みんなのコメントが欲しい、逆にみんなのコメント欲しいんですけど、ちょっとコメント返ってこないのが一番怖いよ私は。すごい大きな決断をしたんですけど、私の中で。ピーちゃん一緒と50巻のプチプチを見に行った。すごく大きな決断したんですけど、私。休みも大事。そう。ちょっと休んでみようかな。配信を。ティーちゃん一緒とプチプチを見に。私が配信休むのはコロナ以来ですね。コロナになって、その事務所のあれで、事務所のからのあれで指令みたいな感じ、命令っていうか指令みたいな感じで、そのなんていうの、コロナ期間は配信はしないでくださいって、あの事務所から言われて、コロナ期間はしなかったんだけど、それ以外は休んでないですね。
ティちゃん一緒と50巻とプチプチを見せてありがとう。ごめん、今までずっと無休だったの知らなかった。今までずっと無休です。コロナ期間以外は無休で、もう本当に15分だけでもその毎日配信というものが続くのを15分だけでも配信してた。これ結構大きな決断や。ティちゃんおやすみなさい。え、それについては全然コメントなし。みんな星投げだけ。コメントが欲しいんだけど。え、今の私のこの決断についてコメントはなし。並走なんだぐらいなのかな。みんなにとっては、私にとっては結構大きな決断だったんだけどな。ちょっとなんか意外かも。いいのかな。ちなみにお出かけでもするの？あ、そうそうそう、3連休お出かけしようかなと思って、この3連休お出かけする予定で、でその一番最後の一番間の16日を休もうっていう、配信なしにしようっていうのを決めてみた。珍しいでしょ。お、え、花太郎さんこんにちは。チョロンコちゃん、ハッシュタグタキちゃんと52人目、ありがとう。たまにはちょっと休暇をいただこうかなと思います。よちさんこんばんは。もったいないと思ったら1日5分だけでも続ける人も。もったいないと思うってどういうことなんだろう。5分続けても毎日配信は継続されないんだよ。15分以上配信しないと。タムシちゃん50巻と、あ、じゃない、ファニベラありがとう。いや、どういう反応が来るかなーって、まあ、内心すごく怖かったけど。なんだ、なんか虫がいるぞ。花火たんまやー、ありがとう。なんか虫がいる、うにょうにょ虫がいる、あそこに。なんだあれ。だいたい旅行に行く時も毎回配信してた気がするんだよね。旅行に行く日当日朝配信して、旅行から帰ってきて、旅行から帰ってきて夜配信したりしてたから、休むことは、初めての休みはクリスマスだと思って、今年の。そうね、みんなにはずっと言ってるもんね、クリスマスいつかお休みしたいぜって。クリスマス、クリスマスイブいつかお休みしたいって思ってたけど、毎日配信頑張ってたもんね。でもリフレッシュも大事よ。なんかリフレッシュというか、なんか考え方変えてみた。すごいなんか考え方を変えてみたの。
前もさ、なぜか知らないけど涙が出たりして、泣きながら返信してた時もあったじゃん。この前なんか知らないけど泣きながら配信してたじゃん。なんかそういうのとかもいろいろあったり、なんかまあいろいろあって考え方を変えてみた。やっぱ自分のことを知ってるのってやっぱ自分が一番だから、自分を知ってない。何なんだろうあのうにょうにょ飯、さっきから気になってしょうがない。うにょ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 動いてるあの飯は何なんだろう。ちょっと見てくるわ、ごめんね、気になってしょうがない。あ、安出だ。めっちゃ安出だ。なんでこんなとこにいるんだろう。見て、安出がいた、私の部屋に。死ぬんかなこれ。ムカデじゃったら触れないけど、ヤスデは息中だから触れるよ。ほら、もう浮いてる浮いてる。足は別にヤスデは触れる。あ、え、びっくりした、今飲み物の中に落ちたんか。こいつ弱ってんな、外出したら弱るかな。頑張れ、登れ、登るんだ。触っ、頑張れ頑張れ。みんなは多分苦手だよね、虫とか。私は全然こういうの大丈夫。安出はね大丈夫なの。逃がしてあげたいけど、こいつ雨の中生きれんのかな。なんかもう弱ってるし。みんなにはちょっと置いとくわ。みんなにはやっぱり事前報告しとこうと思って、休むときは事前報告しとこうと思って。ほら転がっていった。こんなに可愛いんだね安出って。でももう死にそう。持って今日報告しました。どう思うんだろうね。私は怖いよ今でも。まだ休んでないのに怖いよ。よっこさん、こんばんは。まだ一回も休んでもないのに怖いよ。みんながどう思うんだろうね、私が休んだことに対して。
それを伝えるために今日はドキドキしたね。もう言ったからね。言ったことは私は前言撤回しないので、前言撤回するような女じゃないので有言実行しますから。なのでお、タロップもハッシュタグタキちゃん53人目タキちゃんになってくれてありがとう。ちょっと有言実行しようかな思います。事前報告なかったら体の不調を心配するかな。マジか。いや心配、そういう心配はないよっていうのだけ、ちょっと休ませてもらいますっていう、休暇を取らせていただきます、配信の。一日ちょっと休ませてもらおうかな、間の。よろしくお願いします。結構私にとっては大きな決断したんだよこれ。だからといって、でもわかんない、捉え方、人それぞれの捉え方をするから、この一日を休んだ一日を、この休んだ一日をどう思うか、私がこの配信一日休んだことに対してどう思うか、みんなのそれぞれ、それぞれのみんな次第、みんなの反応次第なんですけど、まあそれでそれで私が、あ、この子ショールームやる気ないんだなって思われても仕方ないし、頑張ってるからゆっくり休んでねっていう人がいるもいると思うし、もったいないなって思う人もいるし、どうでもいいなって思う人もいると思う。みんなの意見はそれぞれだと思うけど、一日休暇を取らせていただこうかなと。その一日でリフレッシュしてまた復活したいなって思います。最近まあいろいろ考えることがあって、プライベートでもいろいろなんかいろいろ、まあ言えない、プライベートだから言えないんだけど、いろいろあって、心身ともにまあ、疲れたった時があったんですけどもそれでもずっと続けさせていただいて、でも嫌じゃないし、配信してるのは嫌じゃないし、なんなら配信は私は好きな類であるから、配信嫌いなのかなとか思わないでほしいし、私はショールーム配信がすごく大好きなので、たまにショールームにめっちゃキレてる時もあるけどショールームさんにめちゃめちゃキレてる時もあるけど、別にそれは本心ではなく、私は毎日配信続けたいと思ってるし、配信をやめようとは思っておりませんので、お休みしようって言うだけなので、やめるわけではないので、よろしくお願いいたします。なんかさ、やっぱりさ、なんだろう、申し訳なさがさ、なんて言うんだろう、こういう時勝っちゃってさ、なんて言うんだろう、謝っちゃいそうになるんだよね、ごめんねとか、うん、
ごめんねって配信休んじゃう、ごめんねって休暇ごくださいってごめんねって謝りそうになる。心の中でそう思っちゃってさ。第3ハートズッキュンハートギフトラブチありがとう。マルスちゃん大丈夫だよ、無理はしてないから。無理をする前に、まあ無理してないって言ったら嘘にはなるんですけど、大ちゃんハットズッキュンハットギフトガチャからパリピビズデポありがとう。無理をしてない、無理してないよって言ったら嘘になりますけども、その毎日配信を無理してやってる時もありましたけど、今の現状は無理してやってるわけではございませんので、そこは安心してください。前まで、前何年前だろうな、ほんと何年前かな、 1年前とかは無理してやってた時期とかあったと思います。毎日配信しよう、毎日配信しなきゃダメなって思う時はたくさんあったと思うけど、あでも配信したくないなっていう時もあります。そんな日もあります。人間だから何かやりたくなくなる時だ、なくやりたくないって思う時だってあります。やっちゃんさんこんばんは、ご助感とありがとう。でも絶対に戻ってきます。やりたくなくてもやる時だってあります。だから今回の配信をお休みしますっていう決断を、なんて言うんだろう、褒めてほしいとか、褒めてほしいとか、なんて言うんだろう、そういうことじゃないんだけど、そういうことではないんですけど、すごいすごい私の中では本当にすごいことなんですよ。うん、すごい考えたの。すごい考えた。めちゃめちゃ私の中ですんごい考えた。3日2晩考えた。3日2晩考えたよ。朝起きて考えて、ご飯食べながら考えて、配信しながら考えて、寝る前に考えて、夢の中でも考えて、ね、決断した今日。だから本当にそれぐらい考えたよっていうのだけ皆さんに伝えます。で、あともう一つ伝えて、そう、これさっきも伝えたけど、もう一つ伝えたいのは、配信をやめるわけでもないし、配信をおろそかにするわけでもなくて、ただただ一日休暇をいただきますという単純なことでございますので、そこで中途半端だなって思われたら、中途半端、もうそういう風な見方だっていう、まあ、その人のそういう、その人がそういう見方なんだなっていうのを私はもう受け止めます、そこで。一日休んで離れてく人もいるかもしれないけど、まあそれは一期一会やからな。そういうのがさ、たまって怖いなと思ってずっと休めなかった部分もあったし、休めないと思います。もう決断しました。この一日の休みを取って、
自分の心境を確かめたいと思います。すごくすっきりするんだったらやっぱり時々休むことも必要なんだなって思うし、やっぱり自分は配信が好きだなって改めて多分思うと思うし、どんな風に思うかは自分もわからないんですけど、なんで一日休むだけでこんなに深刻なの？それぐらい怖いんです。伝わってる、お分かりいただけてますでしょうか。それぐらい怖いんです。そうなの、毎日配信が終わるわけでもないし、何なんだろうね、勇気をくれって感じ。だからもっとみんなに勇気をね、あの欲しい。休む勇気をください。そう、みんなから安心が欲しいの。私は休む勇気が欲しいの。素直に言うけど、ダイさんありがとう。パリピ水鉄砲ガチョン、パリピ水鉄砲ありがとう。ラリレロッキーちゃんもマネベラありがとう。休む勇気と安心が欲しい。今日伝えたかったことは以上です。ありがとうございます。ふう、すっきり、すっきりみんなに伝えられて事前報告させていただきました。伝えてくれてありがとう。いいえ、こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。ありがとうね。久々に配信しないよ、どうしよう、不安になってきたけど、不安、そんなこと不安になってちゃ意味ないもんね。せっかく休みなんだからさ、楽しみたいと思いますね。絶対楽しむ、そう決めます。もうお腹痛いんでね、絶賛女の子の日真っ只中で薬飲みながら今日もバイトしてたんですけど、もうバイトの間もめっちゃ考えてたよ。最後の最後まで配信で皆さんに伝える直前までずっと考えてたよ。これ伝えていいのかとかすごく考えましたよ。コーサムゴンクルメル50カントありがとうございます。でも今年はさ、決断の年とかいう、進化の年、決断の年っていうんですよね。
まあ、今年は何の年っていうのを一番最初に出るんですけど、だから別に決断の年だとして、新しく自分の何かを変えてみたりするのもまさしくやっぱ進化や変化のだからいいのかなと思って、ちょっと今年はちょっといろんな決断をしてますね。事務所辞めたり事務所を辞めてみたり、生誕祭をやってみたり、またまたまた今度はちょっとした音楽活動を始めてみたり、なんか今年はいろいろと変化があるなって思います。私の中でも。ね、ひろさんこんばんは。ご直感とありがとう。その変化を皆さんも楽しんでくださったら嬉しいなと思います。プライベートで大きな変化があったいる。プライベートでね、大きな変化ありましたよ。いいのか悪いのか、まあ、私の中、私に関係するかって言われたらどうなんだろう。半分関係してるんだけど、まあ別に、まあ何なんだろう、まあ、なんかなんて言うんだろう、プライベートで変化があったのはあるよ。おお、まあでもその人にとってはすごく大きな変化だな。ママにとって大きな変化か、ママにとって大きな変化があったくらいかな。もうびっ私もびっくりしたけど、それも多分でも自分にとっての変化にはなると思うんだよね。いい方向に向かうのか、またまたどういう風な形になるのかわからないですけど、それも受け止めて今に至るんで。御嶽さんに直接の変化ね、ありますよ。いつかいつか発表するんじゃない、なんかわからんけど。私もそんなこと言ったら発表したいよ。いつかプライベートの変化をさ、ねえ、こうやってさ、急にこっち左手ね、左手こうやってさ、うーんとかやってた時にさ、ここら辺にさ指輪ピカピカピカみたいな、やりたいよ。はあ、今日も疲れた、ピカピカピカみたいな。それでみんなが気づくかどうかわからないけどさ、それでみんなが気づくかどうかわからないけど、まあでもプライベートはさ、あ、こないだのプレミアム配信ちょっと期待してたの、結婚とか、結婚のがゆりあちゃん頑張り屋さんやからね。本当にまだまだ足りないと思ってるよ。でもまだまだ足りないって思ってるやつが休むなってね、本当に思います。でも限界が来てるんです、心に。最近肩も痛いし、足もずっとパンパンに、なんか疲れる、足もすごく疲れるし、体の肩も来てるのかなって思ってる最近。ありがとうな話してるみたいだけど、そこまで深刻な話してないんだよね、さっきからさっきから私すっごい深刻な話し、なんかもう
してる風に感じてるけど、深刻な話はしてないんよ。ほんまにすごいなんかみんなしみじみ聞いてくれてんのか、聞いてただ無音なだけなのか、ただコメントしないで聞いてるだけなのかわかんないけど、すごくコメントも流れないしあれやからなんか私がすごい不安になってきてしょうがないもん。それでなに、大ちゃんありがとう、大ちゃん頑張った、ありがとう大ちゃんありがとう、ハッシュタグたきちゃんず、大ちゃんありがとう、54人目ありがとう。スノースノーちゃんのライフイズ…って何？の続きは何なんだろう。何？ライフイズ…って何なの？なんかコメントしてよ、いつもコメントしてくれてんのに。そう、どうしたのみんな、なんかコメントしてよ。みんな寝た？眠っちゃった？でも31日からは、7月31日からガチイベなんで、私の大好きな愛しのクロミ様の、クロミ様のアンバサダーをかけたガチイベには必ず参加するので、皆さんその時はよろしくお願いします。待って、本当に配信しない日なんて現れると思ってなくて、ちょっと 今からドキドキしてる。それのためにもね、やっぱちょっと心リフレッシュして。かむきちゃん寝た？寝てないやんけ、寝た人がどうやって文字打つんや。すごいよ、そんなそんなもうスペックよ、すごいスペックよ、寝ながら文字打てるなんて。なんなら寝ながら仕事できるぞ。そしたら亀吉ちゃん、寝ながらそんな行動ができるなんて。ありがとうみんな。これで毎日配信がなくなるわけではないんで、皆さんそこ毎日配信の部分だけは安心してください。でも皆さんがこの前一日配信休んだくせに毎日配信じゃねえだろって思うのはご自由ですご自由に思ってください。でも思ってもコメントに書いたり、私のツイッターのリップとか DM とか各 SNS の DM とかに書かないでください。ただただ私が悲しくなるから、ただただ私が悲しい気持ちになったり、ただただなんか嫌な気持ちになるだけだから、そう思う方は心の中で思ってくださいよろしくお願いします。多分みんな一日会わないだけで久しぶりってなるんじゃない？一日会わないだけで1ヶ月ぐらい会ってない気持ちになりそう。本当に なんかなりそうじゃないねえ。大ちゃんありがとうね、頑張った。だってでしょう、いただきましたありがとうね。これででも休む勇気をもらった、みんなに。ガッチャンハッシュタグタキちゃんと55人目、ありがとう。50/50どういたしまして。ありがとう、マジで嬉しいありがとうね。
ここまで配信考えてる人いんのかな、私みたいに。もっとでもさ、本当にいろんいつでもどこでもできるものがこれショールームのなんかいいところとか、そういうなんかね、誰でもできていつでもどこでもいろんなところでできるっていうのがコンセプトだと思うからさ。コンセプトに沿ってやっていくぜ。まあせっかくそういう機能もありますしね、さっきたくちゃんが言ってくだ、たくちゃんがはさコメントで言ってくれたようにそういう機能もついてるわけですから。多分ほら今までさ配信制限もなくガチイベもやってさ、みんなほら朝から晩まで寝ずにやってたのからこそ配信制限時間制限がついて、で毎日継続しなきゃって思ってる人がたくさんいて、それで切羽詰まってる人を見て毎日継続チケットというものができたんだと私は思うんですよ。私みたいな、この今いるここにいる私みたいな人間がたくさんいるから毎日やんないと不安だって、みんないなくなっちゃうんじゃないかっていうね、まだまだたくさんいると思うんだよね。すごく真剣に配信してる人、すごく真剣に配信してる人であればあるほどそういうストイックさがあると思う。それを分かってほしいですね。だから私が一番最初に休みます。私が一番最初に休みます。その人たちに休む勇気が与えられますように、いろんな配信者に休む勇気を与えられますように。これでひろちさんこんばんは、なんか与えられそうじゃない、休む勇気も。あ、デイリータイムありがとう、デイリーポンプありがとう。15、17はもうまあいい休日にしてね。ありがとう大ちゃん、また休日が終わったら見に来てね。あ、デイリーポンポンありがとう、休日が終わっても遊びに来てね。16日だけ配信をお休みさせていただくっていうのをここにお知らせいたします。カイトくんはショールームに、ショールームのプロフィール欄に16日配信お休みいたします。大ちゃんフォローありがとう、 Thank you。イエーあ、ラリルロッキーちゃんファレベラップありがとう、はい、ありがとう大ちゃん、間違えた、ファンルームやったこれ。今日さ薬持ってくの、あ、キャズエビちゃん、いやもう7月16日配信おやすみ、お知らせ、知らせ、あーなんかすっげー目がシパシパする、書いといたわ。でもフォロワー増えてる、嬉しい、
最近フォロワー全然増えなくてさ、そこもちょっと停滞気味でちょっと悩んでた部分もあったけど、ちょっとずつ増えてて嬉しいです。ありがとうございます。でも数字が全てじゃない、フォロワー数とかが全てじゃないとは思っているので、楽しくかつイベント時は全力で戦える戦士、そしてファンファンが一番大事だと思ってるので、やっぱ理解力のある、理解優しみ、心が優しみな、優しみ、おそしみ、ありがたき、毎日ありがとう、キャー、ありがとう。今日も一日頑張った。バイト行って、髪の毛切って、ホワイトニングして、自分のメンテナンスも行ったし、バイトも行ったし、今日も一日おつたきさん、明日の配信は12時に配信したいと思います。ん？そうだよね、明日金曜日だね。明日は12時からお昼12時に一枠目配信したいと思います。よろしくお願いします。一日お疲れ様でした。ありがとう大ちゃん、頑張った、ありがとう。人によしよしされることなんてあんまりないから、売れピーマン、ありがとう。ストイックに生きてる人間なんで。はいよー、はーい、ありがとう。スノースナッツさん、 Thank you。 明日12時と、また明日もバイトなんだよね。明日もバイトやから、バイト前に配信するから、16時30分に配信します。16時30分に配信して、で帰ってきて、また帰ってきてから配信するから、帰ってきてお風呂入ってから配信しようかな。0時配信、それは。ん？23時59分に設定しときます。明日は12時と16時半と23時59分の3枠配信します。お願いします、お願いします。かわいい、かわちい。今日髪の毛切ってすっきりしたな。かゆい、汗もみたいなのが、かゆいかゆい。では皆さん、今日も、本当に一日おつたき様でした。そして髪の毛褒めてくれてありがとう。そしてお話、今日はゆりあちゃんの、大事な決断日でした。ありがとう。そして聞いてくれてありがとう。理解してくれてありがとう。応援してくれてありがとう。かわいい、ありがとう。イエーイ。本当にみんなには外で見せたい、頭外でね、あの太陽がピカピカの時、晴れてる時に見ると全然色味、今暗いけど全然色味違うから、本当外で見せたい。本当にね、もうちょっと赤っぽい紫っぽい色してるんで、これちょっと黒く見えるけど、すごく綺麗な色してるから見せたいんですけど、ちょっと頑張って写真撮るわ。あ、でも自撮り載せてもいいね来ないんだった。食べ物の方が自分の顔よりいいね来るんやった。根に持つタイプ。ありがとう。
では皆さん、この日も今日もお伝え様でした。男女発表していきたいと思います。13位くーちゃんありがとうございます。12位まさとんちゃんありがとうございます。11位ガッちゃんありがとうございます。9位ペタちゃん、10位ペタちゃんありがとうございます。9位あかねちゃん、あかねちゃんいつもありがとう。8位トロンちゃんありがとうございます。7位フィディオちゃんありがとうございます。6位ハムちゃんありがとうございます。5位タクちゃんありがとうございます。4位スノスノちゃんありがとうございます。3位ヒーちゃん、おのりちゃんです、ありがとうございます。2位ジュモさんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、大ちゃんありがとう。大ちゃんが1位ありがとうございます。いい、まさとんちゃんもありがとう。パリピ水鉄砲ポン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 ありがとう。皆さんこの枠もありがとう。あ、まさとんちゃんこんばんは、ありがとう。みんなありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう。ではまた明日の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。おやすみ、バイバイ。お疲れ様、ありがとう。 Thank you、 ありがとう。おやすみ、ゆっくり寝てね。ユリアもゆっくり休みます。